遅いよ、まったく2時だよ、夜中の2時だよ。これからスッキーさんには築地まで歩いてもらいます。築地まで歩くの？築地まで歩きます。海鮮丼めっちゃ好きだから築地朝行ってみたいって思ってたの。意外と楽しみよ、それだけ聞いてるから、はい、すごい楽しみ。じゃあそれ何？ゲロ処理班か俺は。なんだよこれ。築地に行くまでゴミ拾いをしてもらう。なんで？え、なんで？環境に優しい2200年TV、 好感度上がる、再生回数も増える、築地さんも嬉しい、みんながハッピー。ただただ行くだけじゃ面白くない。まあ確かに、でも嫌な気持ちはないよね、はい、これからツッチーには新宿築地館でゴミ拾いをしてもらうぜ。ゴミ袋いっぱいになるまで拾わないと築地で美味しいものが食べられないぞ。それじゃあツッチー行ってこい。ちなみに今までなんかボランティアでゴミ拾いとか？いや、ない。結構落ちてるよね。だからいや、ちょっとこれ液体だよ。いや、もう取っちゃったからもうしょうがないね。これなんだよ。いや、いいことしてるんだ。いや、いいことしてんだろうね。いや、ちょっと見逃せなくなってきた。あのカメラの向こう側いいかなとか思えなくなってきた。早速、やりつきになった。全然進んでないよ、これもう。もうなんかお腹空いてないけど、なんか飲み行きたいな。早く海鮮丼食べたいよ。あ、ゴミゾーン来たよ。ゴミ散らかりゾーン。1円見つけました。いいことする。そういうこと？1円見つけたよ。すごいね。すごい、ほら、セブンイレブンのゴミなんだけど、ここファミマ。嫌がらせ。嫌がらせだよ。ねえ、どっか居酒屋やろう。わらわら行こうよ。四ツ谷。四ツ谷来たよ。多分ここは、そんなにゴミないから、移動の時間、もう距離稼ぐ時間だと思う。すいません、はい、白木屋行きたいです。白木屋。まだついてます。行く？ダメです。なんでだよ。一回休憩しようよ。なんかフレッシュジュースとか飲みたいね。フレッシュジュース、生搾りジュース。おねだりしてみてください。誰に？ちょっと生搾りジュース飲みたいんすよ。どうも。ダメです。何なんだよ。いや、これちょっと疲れんな。3時過ぎてる。3時半ぐらい。あら、大丈夫？着くの？1時間半で。麹町からどれぐらいあるの？築地までまだ半分は。だって2時スタートでしょ。1時間半で3時半でしょ。ギリじゃん。5時。愚痴をこぼさず、うん、足を前に、ね、何怒られてんの俺。この後ある事件が。国会議事堂が見えるよ、あそこ。あっちの、あっちの方に。そろそろ。おはようございます。おはようございます。ちょっと映像こんな感じで残念。本当に音入ってないんだね。なんでよ。いや、わかんないですよね。ザーイオテル。俺もびっくりしました。やられたなって思います。やられたよ、こっちの方がやられたよ。こっから朝5時まで歩いてるんだよ。これ音入ってないでしょ。音入ってないです。なんで地獄。いや、ちょっと当ててください。
音を当ててください。音を当ててください。何喋ってたか。何喋ってたか。なんだもう。あ、振り返るじゃん。はい、振り返るようにちょっとお願いします。はい、じゃあ見てくる。はい、お願いします。おい、本当に音入ってないんだね。そうなんです。これ皇居のあたりでしょ。早いな、日の出だもん。4時10分、銀座通ったね。確かに。いや、もう明るかったもんね。明るかったっすね。あ、いた。そう、サラリーマンめっちゃ寝てんのね、この日。びっくりしました、ね、なんであんな寝てる。これなんだ。あ、マコさんね、YouTuber さん、歌手デビューしたマコさん。羨ましがってましたね。羨ましがってたから。ジャンル違うからな。そうそうそう、でも結構ね、築地行くまで銀座周辺かゴミ落ちてたもんね。落ちてましたね。朝動き出してて4時半とかみんなもう走ってんだよ。これ発泡スチロール。これで傘を稼ぐっていう。最後にはいいですね。めっちゃあったもんね。めっちゃあったもんな、ここ。めっちゃありました。多分トラックからこう投げ捨てたんじゃねえかみたいな。築地市場着きましたよ。4時40分結構歩いてるもんね。だから歩きましたね。そう、お店スタッフの指示でお店に向かうんですよ、こっから。海鮮のお店あんのにさ、通過してさ、何、どこ行くのって思ったもん、この時。もういいじゃん、もう海鮮丼あるんだからいいじゃんって思ったらさ、わけわかんないところにさ連れてこさせられて、それでいきなりゴミの量チェックしてもらわせて。で、傘がね、あったからね、一応ね、まあ、ギリギリでした。まあまあ、集まったんじゃないみたいな評価だけもらって、で、ね、じゃあはい、ここでご飯食べますって言って見たのがこのカレー屋だよ。ふざけんじゃねえよ、なんでだよ。なんで築地まで行ってカレー食べなきゃいけないんだよ。海鮮でしょ、普通そこは。今回目的地としてやってきたのは大正元年創業の老舗インドカレー店中栄。もともとは市場の中で働く人向けのお店だったが、その味、安さ、ボリュームが話題になり、今や観光客も多く訪れる人気店になってるぞ。ぴったりに空いたしさ、しかもちゃんとうちら一番だったもんね。一番でした。こいつら超カレー食べたいんだろうなっていう感じで、で、すぐ来たもんね。これだってあれでしょ、なんか注文して10秒で出るとかっていうのが来たもんね。ネットで書いてました。いや、まあ、美味しかったけどさ、早いな、食べるし、もうねえよ、もう終わり。もう終わり。いや、美味しそうに食べてなかったんで。いや、美味しそうに食べてないってなんだよ、失礼じゃない。まずいみたいな。いや、でもゴミ拾いね、すごい良かった。良かったですか。やってて普段の汚れた心が現れる。汚れた心ってなんだよ。あいつ、偽善者ぶってるみたいな、なんか思われてるんじゃないか。いや、今だから、ね、もうコメント欄はすごいことになってると思いますよ。どういう偽善者がと全部言われてやってますからね。掃除していこう、地球を。そうです、どんどん掃除していきましょう。ただただ歩くだけじゃやっぱりもったいないんで。なんでまた始まるの今。今始まるみたいな。じゃあちょっと音声トラブルで来てもらっちゃったんですけど。いや、結局そこだよ、カメラ落としたもんね。あれ見られてました。あっ、完全に僕のせいです。ちょっと修理出してもらわないと。再生回数増えるもんね。増えないよ。好感度も増え、再生回数も増え。なんかもう一回行くのかっていうのが今からスタートするみたいな。なんか一言、視聴者さんで雑何言うの。9月25日阿佐ヶ谷ロフト A にて1100年TV の YouTuber 野球大会のプレイベントをね行いますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。宣伝かって言われます。そうだよ。口をここで挟まないと。告知かって言われますでは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では
最新情報も配信してるから見逃すなよ。